そこのぬかるみ気をつけてください。腕を動かしましょう。はい、捕まって。はい、1、2、3。他に誰もいませんから、早速出発します。最初はね、こうやって竹をついてから少しずつ進んでいきまして、川の中腹に行きますと竹が届かなくなってしまいますから、櫓を使って漕いでいくんです。このでっかいオールのようなものがですね、櫓と言います。じゃあ思いっきり漕いでいきましょう。昔はね、こんな船がいっぱいいたんですよ。江戸時代ぐらいの頃まではね。ほら、向こうにかすかに橋が見えるのがわかりますでしょ。春の霞でよく見えないけれども、あの橋は明治になってから作られたものだから、それまではここを通る人はみんなこの船を使っていたんだよ。今お客さんが通ってきたこの道が街道でね、いわゆる昔の国道です。今はね、あっちの橋の方に国道は移ってしまったけれども。で、この辺りの町は、いわゆる宿場町といってね、道に並んでいる建物は全て宿だったみたいですよ。昔の旅人はここで一晩沸かして、朝になってからこの船に乗って川を渡っていたわけですね。明治になってからはね、橋ができて、この船は主に観光用として栄えていたんですけれども、戦後になってからはどんどんさらに減っていって、今はこの船が一隻あるだけですね。だいたい向こうの岸までは300メートルくらいあります。その先に桜百選の名所がございます。通常、上の桜と言いましてね。上ということは実は下もあるんですよ。これはね、観光ガイドにも載ってはありませんから、ほとんどの方は存じ上げていない。お客さんも今から上の桜を見に行くんでしょう。どうですか？一緒に下の桜も見に行ってはみませんか？実は歩いてはいけないんです。この船じゃないといけないんですよ。あちらを見てください。あそこに断崖絶壁があるのがわかりますか？あれを越えていけば下の桜が見れるんです。海沿いにあるんですね。歩いていくとなるとあそこを登らなきゃいけませんから。ちょいと難儀でして。しかも、ただ上に登るだけでは実は見えない仕組みになっているんです。お時間がありましたら行ってみましょうか。じゃあちょっと方向転換しましょう。
昔はね、下の桜と上の桜、この2つが一緒になってよく見られていたものだそうです。ただ船で行けないと見えないこの下の桜はだんだん忘れ去られていってしまいましてね。ただ平安時代の頃はよくそちらを見られていたそうですよ。まあ船を浮かべてから花見なんてのは昔の貴族たちは大好きだったんでしょうね。ほら見てください、花びらがよく川を流れていますでしょう。これは先ほどの上の桜から流れてきた花びらです。だいぶ散ってきましたね。ただまだまだ見頃ですよ。そして今度は反対側を見てみてください。上から流れてきた桜と下から流れてきた桜が一緒になっているんです。ほら、この桜の花びらと一緒にこのように進んでいくと、この辺りがちょうど対流になっていましてね、これはね、満ち潮の時でしか見ることができません。つまり山から流れてきた川と海から潮が満ちることによって、川をある程度この辺りまで逆流するんです。その流れがこの辺りでちょうど対流となりましてね、桜の花びらが一面に集うんですよ。見てください、水が見えないぐらい花びらで敷き詰められていますでしょう。さあ、ここをね、このまま過ぎていきまして、もう少しで海に出ますよ。この辺りの水深はだいたい3メートルぐらい。でもちょっとそっちに行くともう水深は1メートルぐらいまで減ってきます。今は満ち潮で、しかも大潮の満潮だから、まあこれぐらい潮がありますけれどもね。この後数時間後にもなりましたら、潮が引いてからいっぱい人が集まってきますよ。地元の人が。アサリですね。潮干狩りです。潮のね、干満の差がそれなりにありますから。ああ、潮風が気持ちいい。さあ、見えてきました。ご覧ください。普通、桜というのは、どうも河川敷のイメージがありますけれどもね。ここは珍しく海側に咲く桜なんです。崖一面に桜が咲いていますでしょう。これすべてしだれ桜です。この辺りの桜はちょっと特殊でして、潮風にも強いんですね。ちょうど満開です。上を見れば、花びらがものすごい数落ちてきている。ちょうどいい季節ですね。今はもう地元の人しか知ってる人はいませんね。ただ地元の人もわざわざ船を出してまで見にも来ませんから、この素敵な場所を独り占めすることができます。そこに神社がありますね。まあ神社とは言いましても、ただ岩の上に乗っている小人サイズの神社ですけれども、
岩が3段になっていまして、一番下の大きな岩と2段目に小さな鳥居、そこからこの石に階段が掘られて3段目に社があります。よし、近くに行くところまで行ってからお参りをしましょう。岩場が多いですからね、あまり近くに寄れないんですけど、今は満潮ですから、なるべくギリギリまで寄ることができますよ。ちょっと竹をつきますね。やってきました。でお参りをしましょう。おっといけね、船が流されてしまう。さあ、ではお付き合いありがとうございます。帰りましょう。はい、旋回しますよ。ほら、あそこにいる船見てください。あれはね、タコを取っております。タコは名産の一つですからね。タコを取るっていうのはね、釣るんじゃないんですよ。まあ釣ることもできますけれどもね、餌に食いついてから、まあ間違ってその吸盤を持ってしてから岩盤に張り付いてしまったら、まあちょっと難儀でね、なかなか引き剥がすことはできないんです。だからね、タコ壺と言いまして、こんなね、でっかい花瓶みたいなのを海に落としていくつも。そしたらタコがね、それを巣だと思ってから、勝手に潜り込んでくるんですよね。あとはまあそれをひょいと引き上げるだけです。そうそう、いっぱい入ります。で、タコ壺に、タコが入っていますでしょ。ただまたそいつらが吸盤で、へばりついているからなかなか引き離すことはできないんですよね。どうするかって言ったらね、タバコをね、中に入れてから煙をね、充満させるんですよ。そしたらもう嫌がってね、すぐに壺から出てきます。で、その後はちょっとプスッとしてから閉めてね。で、タコってな、知ってますか？すごいヌルヌルしていますでしょ。そのぬるぬるどうやって取るかって言ったらね、これはいっぺんにね、洗濯機にかけちゃうんです。そう、何匹も洗濯機にぶち込んで、で塩一つかみ入れて、でぐるぐる回すんですよ。そしたらタコとタコ同士が擦れ合ってからね、すぐにぬるぬるが取れます。そう、今のこのシーズンですから。あ、おしゃべりにお付き合いありがとうございました。もうすぐ到着です。はい、到着です。はい、立ち上がれますか？ちょっと筆がまだ揺れていますからね、気をつけてください。はい、はい、そこをまた開いてもらって、
はい、気をつけてね。ここもぬからんでますからね。うん、ありがとうございました。素敵な旅を。